イメラジオ第2881回、今日は令和3年5月26日水曜日です。時刻は午前9時横浜港北、水曜日の朝が来ました。初夏のお天気らしく晴れてはいますが、霞みかかっていますね。空もブルースカイとはちょっと言いにくい、そんなお天気ですけれど、今日も気温がどんどん上昇していくでしょうね。霞みかかっていますから、西の丹沢もほとんど見えない。東のランドマークタワーももうほとんど見えないですね。水曜日の朝、リスナーの皆さんいかがお過ごしでしょうか。さて、2881回目、今回はウイルス騒動、外資証券会社は最高益、こんなタイトルでお話しします。ウイルス騒動、外資証券会社は最高益。日本の外資証券に勤務する教え子、その教え子の彼とお話ししているとき、ウイルス騒動について話題となって、ボラタイルが大きいとき、うちは儲かるんですよと言ってましたね。ボラタイルが大きいとき、っていうかボラティリティですね、失礼しました。ボラティリティが大きいとき儲かるんだよって、つまり市場がボラタイルのとき、こうですね、市場がボラタイルのとき儲かるんだってことです。で、形容詞ボラタイル、名詞形ボラティリティはですね、まあ振幅の度合いぐらいに思っておけばいいですよ。ボラティリティは振幅の度合いで、ボラティリティが高い、またボラティリティが大きいというとき、振幅が大きいわけですね、市場ので。ボラタイルはその市場の振幅が大きいという形容詞になりますね。で、昨年から今年にかけて、ウイルス騒動によって株価が非常に乱高下しました。去年2020年の3月、日経平均は16,000円でしたね。そして同じ年、去年の12月、あるいは今年の1月ぐらいには、日経平均株価が3万円、つまり1年で日経平均だけ取っても半値から倍になったわけだ。そしてその半値に至る時には、それまでが2万4000円ぐらいでしたから、また急激に下がってたわけですね。つまり急落と暴騰を昨年から今年にかけてマーケットはやってるわけですよ。で、外資証券会社っていうのは、そういう単に株価だけで儲けてるわけではなくて、その市場の急変に伴って、それぞれの企業が新しい対策を矢継ぎ早に打ち出しますから、その新しい企業が打ち出す矢継ぎ早な対策ですね、例えばそれは社債の発行であったり、例えばそれは銀行からの借り入れであったり等々ですよ。まあ、そういう時にですね、いちいち外資の証券会社にはビジネスチャンスが増えていくわけです。つまり景気が悪くなっても構わない、景気が上がっても構わない、良くなっても構わない、なんせそれが急激な時、つまりボラタイルな時にですね、まあ彼らは儲けるわけですね。ですから、ゴールドマン・サックスが最高益出した去年というのはニュースになってましたね。で、 GS って言いますけど、ゴールドマン・サックス、 GS は今年の1、3月期もやっぱり最高益ってすごくありませんか。これ今年の1、3月期も GS は
今5月ですけど最高益だったようです、四半期でね。でもう一個 JP モルガンもですね、やっぱりここも最高益と。だからまあゴールドマン・サックス、そして、JP モルガン、っていう、まあ、この辺が有名どころですけど、まあ、他にも外資の証券会社は、まあ、いくつかありますよね。そういうところはどこもかしこも大儲けしてるはずです。ですから当然日本人としてね、日本人としてそういう外資証券で勤務しているならば、もう年齢関係なくでしょう。年齢関係なく、もう20代で年収は数億いってるはずです。それだけの仕事はしてるし、大儲けしてるからね、会社そのものが。まあこういうところが、そのまあ儲けようが儲けまいが、お給料は変化しませんと。でみんなと一緒に昇給していきましょうみたいなね、社会主義っぽい日本の企業とは全然違うダイナミズムでもありますね。日本の企業はどんなに会社に貢献するような素晴らしいね、技術革新を会社に提案して、それで会社が大儲けしてもボーナスが10万円上がったみたいな、それやめますよ、その技術者は。そんな待遇されたらね。ウイルス騒動で外資証券が大儲けしている最高益なんだ、ここからまあ私たちが学ぶべきはですね、ピンチはチャンスなんだっていうこと、もろにそうですよ。ピンチチャンスなんだ、この人生の鉄則を、ああいうところは忠実にフォローしてるわけですよ。だから外資証券会社はですね、ハゲタカでね、人の弱みにつけ込んでボロ儲けしやがってとかって言うけど、いや、ピンチこそチャンスなりっていう、これ古今東西格言でしょう。でそれを彼らは忠実に実行して合法的にお金儲けをしているわけです。それはむしろそういうのをハゲタカとかなんとかそんなこと言って非難せずに、私たちもそれは学ぶべきですよね。で一方、日本人といった場合、非常に投資を嫌い、特に庶民のレベルでは投資を嫌い、株式っていうのは未だにですね、なんかヤクザがするもんだというね、あれはギャンブルと一緒だみたいな、そういう感覚でしょ。でどん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 貧乏になってるわけですよ。他に収益機会持ってないから、お給料が下がった、あるいはリストラされたとなった場合ね。だからそういうすごいやつらがピンチをチャンスに変えて大儲けしている一方で、その投資がそもそも悪であるっていうアホなことを考えている一般庶民、特に日本人ですよね、これはどんどん貧乏になっていって、ですから格差開いたと。でその格差開いたのはね、新自由主義のせいだと。何を抜かしてんだろうと私は思いますが、リスナーの皆さんどうでしょうか。一体これは新自由主義のせいでこうなっているんでしょうか。社会の格差が開くというのは平等という、そのなんていうか、美徳が失われるという点ではマイナスかもしれませんが、けれど稼いでいる人にはね、稼いでいる人にはそれなりの理由があってそうなんだという、その面も冷静に見つめるべきだし、ふーん、そうか、羨ましいな、ではなくて、じゃあ俺も俺のレベルでその稼いでる人のやり方、方法、あるいはやり方や方法を真似してみようかな、俺だって自分の取れる範囲内で、ここは大事ですけど、自分の取れる範囲内でリスクテイキングもしてみようかなというふうに考えてこそ次の一歩が踏み出せるのに、そのいかにも、ね、GS や JP が最高益出したウイルス騒動でとなった場合、あいつらまたハゲタカやりやがってと、こう考えるから何にも進まないし、一歩も動けない、自分は貧乏なままなんですよ。頑張ってる人、成功している人からは学ぶべきものは学ばないと。で実はそれこそが格差を縮める方法だと私は思っています。一般庶民が投資を嫌い、リスクテイキング嫌い、そしてウイルス騒動っていうその言い訳にかこつけて、私には言い訳に見える、ウ
ウイルス騒動という言い訳にかっこつけて、何にもしない、投資もしない、仕事もしない、そして家で閉じこもってうつ病みたいになってる。これが今の日本人庶民ですよ。そして政府が悪いとか、ね、給付金が悪いとか、いろいろその悪口の先見つけて留飲下げてるわけですよね。で、格差がどん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 広がっていって、自分が負け組に入っていっても、そのことを反省しない。それぞれの置かれた立場は今までの繁栄なわけですから、それぞれですよ、バラバラですよ。けれど、そのバラバラなそれぞれの立場からやっぱり未来見つめて、次の一歩を踏み出す、そして次の一歩を踏み出すという、この作業をやっていくことでしか未来は開けないと私は思います。そしてこの夢ラジオでも、投資の話、経済の話はよくしていますが、投資こそ、特に若者、投資こそその人生を開いていく時の一つの大きなツールなのであり、その投資を悪みたいに考えて、それを自分からその方法をシャットアウトして、そして不景気になったら困るっていう、今の日本人は私にはどう見ても変だなと、おかしなことやってるなと、どうして反省しないのかなというふうに思ってしまいますね。リスナーの皆さん、どうお考えでしょうか。2881回目、今回はウイルス騒動、外資証券会社は最高益、こんなタイトルでお話ししました。水曜日の朝です。